ワインって、今日はビールしか持ってきてないです。ワイン持ってこなかったの？ワイン持ってこなかったです今日。絶対ワイン持ってくると思ったらいい。好きなもの持ってくればよかったのに。いや、っていうのはあの次の日のダメージが軽いんで。あ、そっかそっか。明日要は日記帳行かないといけないんで。あ、ビールだったらダメージ軽いんじゃん。軽いです。もう起きたらパタッと起きる。俺ビールよっけも最悪なんだけど。あ、多分そのやっぱ合うとか合わないとかあるんだろうね。まあでも飲む飲まないでも最悪ですからね。なんだとこの野郎。ごめん、こういう会話ばっかりいつもしてますからね。ウニ刺身、うん、ちょっと日本酒を出そう。ちょっと飲んでみる。あ、ぜひぜひ。サフェがあるんじゃん。どうする、それ焼く、明日焼こうか。明日行くよ、朝。朝からサフェ。ウニは食わねえ、もったいないよね。ちょっとなんか暗いね。これ何が入っちゃうの、楽しみだな。これなんすかね。3万4000円の酒だったら、3万4000円だったらめっちゃコスパいいですよね。いいね。お楽しみらしいよこれ、本当に。何がこれ、何が入ってるか分からんけ。いろいろ、お楽しみはこれからだ。これでもお楽しみはこれからだ。どうやって判断するんですか。多分飲んだことがある人になると分からんじゃない。あ、入れすぎた？飲めるやろ、これ。あ、これですか。うん、多分これが島耕作の酒です。そうそうそう、はい。今何だっけ？課長ですか？課長？当時は課長なんだけど、うん、今何になってるんだろう。あ、でもなんか課長時代っぽい顔してますね。そうじゃね。1200円で、はい、200円が復興支援金に。会社もね、災害受けて大変なことになってるんだけど。あの、あれですよね、あの最近あった雨の災害の、そうそう、雨で要はあの貯蔵庫が温度管理できるようになったから、ほうほうほう、それであの商品にならんけっていうんで、でも酒としては問題ないから。なるほどなるほど。でどうしようかっていう時に、この島耕作の作者の人とタイアップして、タイアップして、じゃあこれで売りましょうみたいな。これはいいんじゃないですか。うん、お楽しみ、何が入っているかお楽しみ。はい、じゃあちょっと飲んでみますか。はい。醤油差し、おお、醤油差し、あ、シェルカップあるよ。あ、あの醤油入れるようなやつありますよ。ある。はいはい。これ多分3人で乗ったらすぐなくなる。これで。あ、ありがとう。あ、いいのがあるね。あ、これこれも、あ、そうか、100円、100均って言うんだよね。もう一回りちょっと小さいやつ。あ、いいな。一回り小さい方がいいんじゃない。これ、ね。カノさん一回りも。二個しかない。あ、二個しかない。なるほど。もうこれ YouTube で流れるのよ君。いや。それは違うはずです。しかも下手したら全後編ありますから。そう。二部構成。ここから声を変えて別の人っていうことでどうですか。無理です。いや無理なことはないです。無理です。これぐらい声変えたら大丈夫じゃないですか。いや無理です。いや。うまそうよ。これでもいただきます。僕動画の中で日本酒飲むの初めてですよ。本当に？そうなんだ。いつもあのワインかビールばっかりなんで。あ、じゃあね、そういや。ワインはどっちを飲んでるの？白、赤。赤ばっかり。どっちだね。あ、俺も赤の方が好きだけ。ほら。じゃあいただきます。いただきまーす。いただきまーす。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。今やっときました。あ、これ何なんだろう。俺、ダサいってそんなに飲んだことないけ、わからんないけど。うまいよね、でも。あの飲みやすいやつです、ね、すごい飲みやすいことね。飲みやすいこと。あ、これうまいね。美味しいですよ。これうまいです ね。これうまいわ、ほんまに。島耕作、うんうん、何本やったっけ。全部たら1億何本募金できるんじゃなかったっけ。これちなみに、この辺の獺祭のあの扱ってる店やったら手に入るらしい。へ、うん、これやけ8月10日から発売だった。お、昨日から。今獺祭の方が生産できるようになって、だいたい2ヶ月っていうから仕込みしてね。仕込みして、うん、で次ができるのがだからもう10月、9月、10月とかっていうレベルになるから、それで今まであの残ってたやつをこういう風に出してっていうので、獺祭としてのブランドとして出せないっていう、そういう風なのが。そうそうそう、なるほど。ちょっとこだわりがあると思います、ね、こだわりが。これウニは醤油かなんかがある。ここに移します。うまい。うん、美味しいです。多分日本人にはぴったりだねこれ。刺身とウニ、うん、先に食べようと思ったらね、日本酒を飲むまで待てって
うるさい人がいるんですよ。やっぱりこだわり、こだわってる。こだわるやろ、やっぱり。小さいことにちょこ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 ね、言って。ピザに日本酒ってあんまりどうかと。やってみますか、もう一回、もう一枚焼きましょうか。いやです。まだあるか。もう一枚やります。多分夜食に変わる。ちょっと。ああ、うん。うまいよ、ウニ。さんがダメなんです。ネームを出すなと。すいません。さんっていうよりは別に出てもいいけどよ。顔が出る時点でもうバレバレよね。まあそうですよ、ね。モザイク入れとかんとでも顔面の方がちょっとやばいかも。てめえこの野郎。あ、でもちょっと2人に聞きたいのが、うん、アニメを見るじゃないですか。うん、リアルタイムで見ます。うん、とか放送してます、うん。テレ東とか入んないんですよ、ね。入らない。なんじゃね、BS とか入れとれば見れるかもしれんけど、あ、うち BS 入らんけ。そうだから、よくネットとか見てると今期はこれがあるとかってあるじゃないですか。あ、だけど、はい、ほぼ見れないやつばっかりですよね。それをダウン変換かければっていう話になるからね。モザイクか、いや、モザイク。これはどういう編集にするの？いやー、何も考えてないです。その間はな、写真としてアップするのじゃなくて、動画と、動く動画でアップ、写真としてアップ。あー、両方ありますね。 あんまり撮れてなかったら写真にして。 あ、そうかそうか。それでこうテロップを入れたりとかして、時間をこういう風にしてって。いや、みんなどうやって YouTube 作るようになろうってことも。あれ、Windows でもできるってあんまり。できます、できます、ね、3.1 ですよね。いつの時代よ。それあなたいつの人。3.1 俺使ってるソフトも多分1万2000とか3000とか。あ、有料のやつ。そうですね。まあ有料出さんとやっぱりゲーム作れる。でも使いやすいのがあるんですよ、やっぱり。そういうふうなんて、でこうしたいとかコメント入れたりとかって多分あると思うんで。あ、そうですよ。すごい使いやすいんです。すげえ。そっち消そうか。ん、そっち消す、うん。それが多分直感的に使いやすいのがその有料のやつです。ああ、やっぱりそうだろう。うん、あ、十分か、完全に。うん、おい、てんおい。What you say? I think so. これうまいね、刺身もウニも。当たりじゃったね、これ。ちょっとこれも高かったけどうまいね、やっぱり。ええ、霜降りじゃん、これ。異世界食堂っていうの今。アニメで、もう終わったんだよ、ね、終わった、うん、あれが結構終わった話の腰だよ。あれをね、あれを結構直したりするよね、英語とかに表現したりする。へぇー、ちょっとなんかぶっ刺すもんないから。チタンです、チタンです。異世界ショップ見て結構面白い。漫画だったやつですよ。今アニメであるんで。異世界に行ってるんだ。このおっさん絶対酔っ払っちゃうと思うよ。変と変を集めてもっと変にしましょう。変が変な宇宙は大変だだだ。全く分かんないですよ。うるせえやつら分かんないんだよな、やっぱり。あ、うるせえやつら俺はオープニングしか分かんないですよ。エンディングの方なんだ。ラブのラブソング、さっきかかったやつですね、うん。なんでそんな曲持ってるんですか。あなたがかけたんですよ。あんまりそわそわしないで。そう。あなたは生きてもくるけど。あれ、あの頃の、あれが初代の萌えアニメじゃないのにならんのかね。ラムちゃんに燃えた人ってすごいいる。すごいおるよね、ラムちゃん。俺まだ幼稚園の頃でしたから。生まれてなかったかもしれない。あれぐらいの年に行くと、うるせえ奴らがあって、ランマ2分の1があって、セーラームーンがあってみたいな、なんか。いや、ちょっと待て。その間に、違う、メゾン一国があるんだ。それだよ、ね、そうか、メゾン一国があるんだ。おとなし京子さん譲れない世界なんだ、そこの辺は。あれ、おとなしさんも、おとなし京子は、ね、譲れない世界なんだ。俺ね、同い年で大好きな奴がいるんですよ、メゾン一国。おう、あれ、メゾン一国面白いよ、あれ。一足じゃあ、うるせえ奴らがあって、メゾン一国があって、その間には何もなかったってことですか。いや、あるにはあるけど、グーグーガモン、ごめん、ホツモだね。だってグーグーガモンだね。昔グーグーガモンパチンコ買いました。うるせえやつらとメゾン一国って作者同じですよ、ね。全部一緒、高橋由美と。そうですよね。
ルミコかい。ルミコ。あ、ルミコ。ルミコワールドです。じゃあメゾン一国の次がランマ2分の1で同じ作者。どっちだったっけあれ。どっちが先なんかい、ね、メゾンが先なんかい、ね。ランマ2分の1も古いちゃ古い、ね。古いちゃ古いよね。あ、そうか。時系列で考えるともうおじさんはわかんねえや。でもその間下手したら20年ぐらいあるってことでしょ。あるね。30年、40年、50年前ぐらいですかね。それでいつの時代だ。それでヒットできるってすごいですよね。普通だいたい感覚が古くなるじゃないですか。全てヒットをさせるけ。ですよね。すごい。オレンジロードって知ってる？気まぐれオレンジロード。知ってます、知ってます。あれも流行ったっすよ。あれ流行ったね。あれはだって曲もすごいよく。そう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 、中原芽衣子とか、うん、ね、で使っちゃったっけね。50代40代30代だけ。すごいね。ね。最近転生もの多いよね。多いですよね。異世界なんとかっていう。あれどっから始まったんですかね。一番最初の始まり？リゼロがっていうわけじゃないよね。その前からあったよね異世界。うん、あれ何が最初なんだろう。ラノベが結構活発になってきた頃から多分異世界もんが増えた、ね、増えたってことですか。オオカミと香辛料、さっき言ったオオカミと香辛料、あれ面白い、ほんまに見て、ほんまに面白い。ちょっと見ましょう見ましょう。それは俺の妹がとか、俺妹が、あ、妹、ね、あとは幼女戦記、最近だと幼女戦記ね。あれはね、そんぐらいしかおじさん見てもらってない。あれも転生ものなんですか。転生、うん、じゃあさっきのナイト&マジックとか、ナイト&マジックもそうだし、デスマーチから始まる、あれも異世界、うん、あれも転生もですよ。あれはもうめちゃめちゃ萌えアニメよね。そうなんだ。知っちゅうのくせに黙ってないのよ。ごめんなさい。1年前ぐらいからヤンマガでやってる異世界ものでパラレルパラダイスっていうブリューキルデってやつは面白かったんですよ。と思って見始めたんですけど、なんか漆黒のブリューンヒルデとかそういう、その前はノノノノとかそういうやつを書いてたんですけど、うん、まあよくこれできるなっていう。あれはアニメにできんだろ。そうか、いやもう絶対無理ですね。いやブリューンヒルドっていうとそっちの方がわかるんで、ラインアフドウォンローエングラムとかそっちの方で、そっちの方がわからんわ俺。銀英伝、あ、そっか、銀英伝ダメだ。銀河英雄伝ですか。あれ面白いよね結構。いや俺見たことないんですよ。あれ古いやつと今始まっちゃうやつ、終わったもう終わった。見比べたら結構面白い。オーケストラ使ったんですよね、ボレロとか。それはね、あの一期の方。一期の方ね。あれ OVA の方はすごかった。すっごいよ、あのオーケストラ、ボレロとかいっぱい使ってるオーケストラを。あれをパクってるのがハルヒよね。だからところどころ。ところどころパクってる。金が言う。あれは田中良樹っていうのがゲームの対決する。とこあったじゃん、サジタリウスのやつ。あれあれ、あの時にあれはあのあれパクってる。あ、そう、あれ絶対なんか元があるんだろうなと思ったんですよ。あれ金英雄です。初っ端のだからラインアルフとローエングラムと。あれから最近のアニメで結構時間空いたよね。いや、あれはね、その後に OVA でずっとやってたんですよ。百何十本。そういうことか。で、それと概念っていう形でやってたんですよ。 OVA で100何本ってすごくないですか。いやあれね、変態アニメだけど、ね、あれ週刊でやったんですよ。え、 OVA でですか、うん、あ、変態だけどね、あれ、あの変態アニメ。いや週刊銀英伝で言って、あの1週間に1本 OVA で1週間に1本ずつだけ。制作会社も多分すっげースケジュール追われて作ってるよ、ね、いやとんでもないでしょそれは。普通のアニメと一緒、でもうとにかくもう活字中毒みたいなところあるけ、そういうふうなところからっていうのが、はい、サザエどうする、ガス、サザエガス、ガス、今さら炭火は、いやガスガス、おっとジェットボイルが出るか、何する、何するジェットボイルで、サザエ焼くんだろ、はジェットボイルでサザエ焼く。昔のアニメはもろにその名称が出るんだけど、最近のアニメ出んじゃろ名称、うん、そうですよね、愛国戦隊大日本とかってないですもんね。それ何のアニメやろ。知りません、知らん。日本がもしも弱ければたちまちロシアが攻めてくる。何のアニメこれ。これ初めて聞いたそれ。何すかそれ。いやだから愛国戦隊大日本です。知らんし。ユウ博士のも最強だろうね、ジェットボール。まあこれじゃないけど。ごめん、ミニもしかない、うち。ミニもで十分だ。俺、ジェットボール3つしか持ってない。アホだろ、あんた。全て1万円以上するのに。そうだ、ホイールで来た。
侍藤山家。危ないよ。てめえこの野郎。危ねえよ。俺たちの日の丸。酔っ払え、酔っ払えかな。危ねえって。ここ一個もらって。あ、どうぞどうぞ。500円って言ったね。あ、5000円でもいいかもしれない。うま。食べた。食べた。うま。食べたね。うま。5000円ですよ。うま。俺は言ったですからね。何これ。これですね。焼き鳥。焼き鳥。鳥玉。うずらの卵は全部俺が食べちゃいました。入れないよ。めっちゃ可愛い醤油ですよこれ。そうだろう。まあ持ち主とは違うからしょうがないですよ、ね。ダメよそんな失礼なこと言ったら。料調理だろ、うるさいよ。あ、うまっ。この辺からこう来るんだね。あ、そうそうそう。あ、なるほど、うん、こう出したら、はいはいはい、綺麗に出てくる。あ、そうそうそう。年を取るとね、こうじゃあじゃあこれがね、あれあれなんよ。そうそうそう。具体的なことを言わないから。あ、DVD や。さっきの話でいけば、アキラとかもいいですけどね。ロッセロ。アキラでしょうか。アキラ中。俺もアキラ見て、ロッセロ。ロッセロ。ロッセロ。ロッセ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 ロ。あ、エイプマンだ。あれ、シュチョル。俺の、これエイプマンです。あ、そうなんだ。あ、ほんとじゃ。アクションカメラ。あ、結構ええんじゃないんだろ。いやいや、俺結構好きですけどね。へぇ、そうなんだ。映像も結構綺麗ですよ。おー、これもね、悪くないよ、全然。これ、高いんですか。これ何も忘れてたよ。でも2万しないぐらいですよね、多分。いや、何千円だったと思う。あ、マジですか、うん、いや、俺これ相当見てないですよ、秋田。そうだろうね。せめて、うざいぐらいで。あ、そんぐらいがちょうどいいんだよ。これぐらいでやっていきましょうか、うん、うわ、あ、懐かしい。いいな、秋田、好きだ。あれ？副音声で。そういうことは88年の31年後ってことは2019年の話ってことですか。19年だけ2020年にオリンピック開催がある、ね、ってことですね、うん、あ、じゃあ結構タイムリーな。タイムリーだ。これ当時ヒットしたんですか。した、うん、めちゃめちゃヒットした。あ、そうなんですか、うん、一部のマニアが、コアなマニアが。だってこの頃このコンセプトの映画ってなかったもん、うん、こんだけ金かけたアニメ。ああ、この頃のあの、要はハリソン・フォードの映画あったじゃないですか。ブレードランナーだ。ブレードランナーとか、この雰囲気がなんかいいですよね。多分ね、あのこの辺が最高なんよ。この辺の年代の映画が。ブレードランナーはもうあれを不滅の名作で、あれ結構直したり直して結構出してきたもんね。こういう場じゃないと、このなんか良さを共有できるところがないんですよ。じゃろうね。一人でも見て、わいいなと思ってる。あー、共感してくれる人がなかなか難しいと思うよ、アキラって。見た人が少ないけね。そうですね、うん。でもこの年代はなんか結構わかるんですよね。うん、動きがこんだけスムーズなアニメって、あの子が作ってるじゃありえんけね。そうですね。セルでやってんだもんね。なんかあれですよね、今見ても全部のカットがかっこいいもんな。そう、かっこいいよ、うん、どこ見てもかっこいい。どこ見てもかっこいいですよね。声優さんの声が未だに変わってないのがすごい。あー、この子の声ってあの、あられちゃんでもあるし、バラライカでもある。バラライカでもあるけね。あ、この人ですか。そうよ。そうか、バラライカの声か。そう、行きます。はい、テップルしてないほうが早い。逆によく手袋してやってましたね。やりにくいのにね。
これで終わりです。こういう可愛い感じにできるんですね。そう、あ、だいぶ短くなってますもんね、これ。だから収納が楽よね、このまま一緒に畳んでる。そうですよね。いや、これはいい技だ。ほどくのはこれを今通したやつを外して、これで、あ、もう一瞬でできるわけ。そうそうそう。へえ、これ楽よ。これね、多分ね、どっかの動画にあるはず。へえ。ロープワークっていうところから行き着いたのかな。ほう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 。ロープもあれですもんね、奥が深いですもんね。奥深いね、結び方。うん。どんだけ強く縛るかとか、簡単でええんかとかで結び方違うし、ね。はいはいはい。種類多くて覚えられんだよね。で、日頃使わんけ忘れるんよね。いや、ありがとうございました。はい。お二人とも偶然同じスタープ持ってたと思って。俺がさっき買って彼があった。あ、どうしてこうやって使えるかな。すげえ買って。綺麗に入りましたね。本当。これコットンだけいけるんだろうね。はい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 。入った後にね、これ。やったらまあまあ綺麗になる。ほら。あ、ほんまや。やっぱでっかいテントって撤収が大変よね。そうですね、うん、捨てるなら飲む。なんじゃ、まあ、じゃあまたやりましょう。合わせてやりましょう、はいはい、また連絡しましょう。じゃあ解散しましょう。ありがとうございました。またやりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。はーい。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。また。